真剣に行くぞ、エンド。ああ、いや、かっけえ。おお、始まった。捜査街道、捜査街道別にいいけどさ、みんな気づいた？おとなし割とおっぱい大きいね。さあ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 、やっていきましょうか。私使うのが先ほども言った通り日本代表候補 B ということで、やっていきましょう。お、ではフォーメーションは何も変えておりません。まあいいんじゃない。ディフェンスラインはみんな風丸以外、まあ小暮そこそこって感じか。カズとクリマツはまあ GM なんで、マジでカズとクリマツは GM なんで、まあその辺は役立たずなんで、まあ前線で頑張っていこうかなと。さあ A チーム、特訓してきたのカイトちゃんと。お前ら3トップずるいね。絶対3トップの方が強いじゃねえか。3トップ、フォーメーションの名前そのままだろお前ら。でヒーローと流星ブレード V2 進化してるね、みんな。エターナルブリザード V2、 なるほど、皆さん進化しておられる。イケイケとか、ほうほうほう。でもね、でも D で強い A チーム、 A チームずるくないか。普通に強いじゃねえか。長打スパシコシコシコとネバーギバ、ツナイブースト、ザウォール、まあツナミと飛びたから何も覚えてないって感じか。ブロック、まあガードでいいのかな。イナイラ3はガード値が高いやつがまあ強い、まあまあまあって感じか。で遠藤君は正義の石鹸、なるほど、 OK です。さあ、まあこっちはまあ攻撃陣が揃っているんでね、メンツがやっていきたいと思います。これは OK、 これでいこう。まずは、おついに代表選考試合が始まった。最初からみんなの士気は十分で激戦が繰り広げられていたんだ。すごい、これが日本のトッププレイヤーの動き。ぼやぼやするな。はい。なんなんだこいつら。俺は一体どうしたら。お手並み拝見といこうか、ゴーエンジ君。さあ来い、ゴーエンジ起動。おお、めっちゃ上がってる。行くぞ遠藤、来い、お前のシュート絶対に止めてみせる。なに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 、うっ、なに、チャンス。シュート、刺さりか。初心者がもらったぜ。ああ。なに、いやいや、唐突すぎだろ。まさかの、これが元祖真空魔ってやつか。これが元祖真空魔なのか。いやいやいや、てか木道くんたちのシュート普通に打っただけで必殺シュートっぽい色になってたけど、なんだ今の。ちミスったのか、シュートが急に失速した。今ので良かったのか。この何も言わない眼差し、あいつやれる、そう心で言っていたような気がしますね、あの監督お二人は。さあここで買うフォトンフラッシュ持ってるね、元エイリア学園ザ・ジェネシス。